はい、こちらですね、コストコで買った豚のヒレですね。容量は 1.68kg ありまして、このボリュームですので、いろいろな料理に使えそうです。で、本当はここ2つくっついてたんですけど、冷凍して解凍するのに半分に切りまして、こっち解凍した状態ですね。冷凍してたんですけど、こっち解凍で、まだこっち凍ってます。でこの裏に、一応料理、バーベキュー、ヒレカツ、酢豚などに、いいですよということで書いてるんですけども、ヒレで、おそらくですね、柔らかくて脂肪などもですね、非常に少ないと思うので、これ豚丼とか、あと、チンジャオロースとか、そういった感じで、使っても美味しそうだなと思って今考えてこれから料理しようかなと考えてます。はい、こんな感じですね。でかなりのボリュームがあるのでたっぷり食べたい時にですねいいかなと思います。はい、コストコで買ったこの豚ヒレ肉ですね、結構量があるのでヒレカツ用とあと豚丼用とカレーのですね、お肉にする用とキャベツかなんかと炒めるように使うのにですね、まあ適当な大きさに切っていこうかなと思います。はい、一度ですね、買ってから冷凍して解凍したものです。これはとんかつ用にしようかなと思います。で、これはカレーライス用にしようかなと思います。
この辺は豚丼用でいいかなと思います。ちょっと厚めに切りました。厚めに切った方が美味しいので、厚めで、ヒレ肉なので柔らかいので厚くても大丈夫かなと思います。この肉は少し薄めに切って野菜なんかと一緒にですね、炒めようかなと思います。あとちょっと考えてから残り切っていこうかなと思います。